い、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回は大戦略ゴールデンソン旋風日本軍プレイリベンジ続きをやっていきたいと思います。今回はいよいよ最終決戦としてドイツとの雌雄を決する戦い、これをね、決めていきたいと思っています。残っているドイツ軍の司令部、ここですね。でここに向けて進撃を行っていきます。で近くにですね、まあ飛行場があまりないという立地になってますので、空母、これを洋上の飛行場と見立てて艦載機を敵司令部に向けて退去発進させていこうというふうに思っています。一方地上軍の戦いなんですけども、まあなかなかですねドイツ軍の戦車部隊に手を焼いているという状況ですので、しっかり野戦砲や対空砲の陣地を築いてここで敵ドイツ軍を迎え撃つ、まあ、そういう戦いをやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきます。陣地を維持するために補給車ですね、これを配置してこの周りに対空砲や野戦砲を固めてあります。これでまずはドイツ軍の装甲部隊、これをここで食い止めていこうという流れですね。しっかり食い止めていきましょう。で場合によってはですね航空機の援護、これも入れていきます。で空母から艦載機発艦していきましょう。敵の司令部に向けてある程度数を今回発艦して爆撃に向かわせます。護衛にはレップをつけましょう。まあ、ここで決着できればね損害も広がらずに進むことができますので、まあ、ある程度まとまった数、これを一度に送り込むっていうのを心がけていきましょう。そして洋上の航空基地という位置づけにしてまとめてね、3隻の正規空母をここに置きましょう。では敵の、まあ、基地、ここに攻撃仕掛けていきましょう。まあ、いよいよ最終局面近いという状況ですかね。防衛網を根こそぎ剥がしていきましょう。そこからですね、水星の250キロの爆弾で爆撃していきます。で、穴を開けたらそこにね、航空隊をさらに送り込んでいく。天山500キロの爆弾ですね。これで敵の装甲部隊を爆撃で潰していきます。先ほどもお話した通り、ある程度今回数を用意してますので、まあ、一気にね敵を葬りされるように大爆撃隊を、まあ、編成して送り込む、まあ、そういう流れですね。これだけの航空隊を用意すれば、あるいは強力無比最強を誇るドイツ軍の戦車部隊もね、圧倒していけるかなというところですね。航空隊を送り込んでいきます。敵の強力な航空機を封じるために空港の上、ここに対空します。これで航空機を出させないっていうね、まあ、ちょっとせこいですけどそういう戦い方もしていかないとドイツ軍の最新戦闘機、これにちょっと勝ち目がないので、もう出てしまったものはね、ダメージ覚悟で倒していく、攻撃加えていく、まあ、それしかないですけど、出てくる前であれば基地の上空を抑えてしまうことで敵の航空機が出てこれないようにね対応していきたいと思います。まあ、ここまで烈風でも削られてしまうっていうのがやっぱり悲しいところであり、
改めて強さを痛感しますね、ドイツ軍の。味方の援軍もあり、陣地の方は順調に、敵を排除していってますね。このままいけばこの陣地を突破されるということはないかなと思いますので、この陣地でしっかり敵を食い止めてる間に航空隊による攻撃で敵を撃滅していくっていうね、従来の戦法、これを、まあ、なんとかね最後まで完遂していきたいかなと思います。さあ、ずーっと雨でなかなか、攻撃が加えられない、まあ、そういうジレンマを抱えていたんですけども、ようやく晴れましたので、まずは、敵の司令部、この周りにいる防衛している部隊ですね、これを撃破して回ります。全部倒して、で爆撃隊をそこに送り込んでいきましょう。500キロ爆弾やっぱり強いですね。500キロ爆弾をやっぱりうまく、組み合わせて敵を一撃死させていく。その中でいよいよ基地司令部に攻撃を加えていきましょう。ここもやっぱり500キロ爆弾積んでるようだ、機体を送り込んでいきたいところですが、囲まれてて出せないかな。なんとかね、500キロ爆弾を落としていきたいですね。あと4。あと4。このターンであと4削るのはちょっとしんどいのかな。レップの、まあ、いわゆる機銃相当だとあまり効果が期待できないのかなと思う。という中ですが、破壊できましたね。これでこのステージクリアになります。帝国陸海軍はハイデラバード方面で進撃を続けるドイツ軍に苛烈なる攻勢を断行、これを撃滅しインド南部よりドイツ軍を駆逐したという内容ですね。インド攻防戦攻略完了です。雨の期間が長くて本当にね、ジレンマありましたけども、無事攻略、そして日本軍のリベンジプレイもこれでクリアになります。ではエンディング見ていきましょう。いかがでしたでしょうか。大戦略鋼鉄の旋風、まあ、最後はねこれ完全攻略できたと思うんですけども、エンディングでは大東亜共栄圏は、崩壊をしていったというね、まあ、ちょっと残念な形のエンディングになってますけども、攻略はこれで完了となります。最後までご視聴いただき皆さん本当に、ありがとうございました。